皆さんどうもこんにちは、ネバネバチャンネルのデシです。実はイギリスのロンドンでフードロースとかフードウェイストを減少することが対象とされるオリオというアプリで手伝わせていただきました。まあ、ボランティアをしていましたね。皆さんオリオってどのようなアプリ、どのような使い方かと申し上げますと、以前ある動画で私がオリオとしてたくさんのもう使わなくなってしまった服を人々にあげたという動画を公開したと思うんですけれども、オリオとして服とかだけではなく、もう使いたくない材料とか食べ物も投稿して、人々にそれをまあもらいに来てもらうことができますね。で、皆さんこの動画を2つの部分に分けておきましたが、まずは一番最初のところにそのオリオに物を出す人々が、どのような食べ物をあげているかということで、私がどのようなものを回収、まあ、人々の個人からどのようなものを回収しに行っていたかということをお見せできたらいいなと思います。それの次は、私が毎週のスーパーから物を回収するボランティアとして、どのようなスーパーマーケットからどのようなものを回収していたかということもお見せできたらいいなと思います。で、最後に、私のこのような生活を送ってみて、どう感じたか、どのような感想があるかということも少しお話しできたらと思います。はい、初めてこのアプリを使ってますが、これからはサワードーのスターターを買いに行きたいと思います。今コロナがありますので、私はそろそろノックノック、ベルをノックノックしてドアステップに置いてもらう形になります。サワードースターターは、オリオというアプリでリクエストできます。取りました。ドアノックノックして、すごいなんか距離を守りながら、これをもらいました。これはピザとさまざまな生地に使えますので、これからは兄のところに持ってきます。で、これで何を使うかというと、フォーカットですね。消費期限ギリの食品廃棄は、もちろんそれを食べてしまうと、もしかすると悪いことが起きてしまうかもしれないので、そういうのは投稿できないんですけれども、賞味期限切れの食品廃棄はまだ全然それの中で食べられるものがあれば、それをアプリとかに投稿して、誰かにそれをまあ、取りに来てもらうという形になります。そうすることによってフードロースを減少することができるのではないかということですね。で、みんなが何を捨てるかというと、いろいろですね。例えばこれから行く一人の方はニョッキを買ったんですけれども、そのニョッキ、まあ多分彼女はビーガン でニョッキ買ってしまった、ニョッキはビーガンじゃないということに気づいたらそれを捨てるなんてもったいないなと思って、それでそのグループに投稿しましたとのことでしたので、これからそのニョッキを取りに行きたいと思います。雨の中で30分ぐらい自転車で走ってます。チャレンジだから頑張っていきたいと思います。雨が降ってきちゃった。びっしりだな。あ、でもちょっとやばいな。あ、なんでこんな雨、ロンドン。なんか
先ほどまで楽しめただけど小雨だった時、ただ今はもうびっしりしてます。やばすぎる。シャワーを浴びているみたい。いやー、これはロンドンの天気です。もう10分前すごいよ、ざーっと雨が降っていたのに今はこんな感じです。でこれからは セージというハーブとローズマリーを取りに行きたいと思います。それもオリオで。Praticamente ero straconvinta di andare a prendere della salvia e il rosmarino, no? Invece arrivo, dico alla signora sono arrivata e praticamente si affaccia alla finestra, sento dalla finestra Tessa, io ok, vado, aspetto e praticamente arriva questa signora araba con una Madonna! Perché suo marito è panettiere. Wow, che spettacolo! E poi l'ho parlato in arabo. Allora domani abbiamo un altro round. Madonna, di pane sempre. Cioè, guarda che roba. E poi gli ho detto, ma dove prendi? E suo marito praticamente... Ma lei non ti ha chiesto quanto ne volevi? Proprio. No. Cioè. E suo marito è baker. Madonna. Wow. No, troppo bello. Wow. Ima mo ame futtemasu. De, kore kara wa...近くにある捨てられちゃう野菜とフルーツ、果物を取りに来たんですけど、なかなか渡されています。すごい、これです。いや、これは今自転車で運んでるんだけど、そろそろ家に着こうかな。これは全部歩いて持って行けばよかったのに。でもすごい感謝してます。めっちゃ疲れてしまったんですけど、いやーすごいな。なんかこんないっぱい、こんなたくさんの野菜とフルーツが、なんかオーガニックのフルーツと野菜が捨てられてしまうなんて本当にもったいないので、行ってまあいっぱい待たされちゃっても、疲れてしまっても、雨でびっしりになってしまっても、それでも行って生きがいがあったんじゃないかと思います。よいしょ。これとリュックにもいっぱい入ってます。で、あとは自転車。ブロッコリーと他の野菜も入れて、まあいいものはたくさんありますよね。あるんですけど、やっぱりちょっと食べられなさそうなものもあります。例えばマッシュルームはちょっと、これも全部食べられちゃうものだから、パンがちょっと硬いけど、トーストくれた人に手紙を書きました。はい、それで個人がそのアプリで自分のもう使わなくなってしまった材料などを投稿してももちろんいいんですけれども、イギリスの中で最もフードロースになるのは、大きなフードロースの一つは、スーパーマーケットで売り切れないものになると思います。そこで、アプリの担当者がスーパーマーケット、自分のローカルエリアのスーパーマーケットと話し合って、このアプリのボランティアの人々が、様々なスーパーマーケットに行って、スーパーがもう売れなくなってしまったものを回収します。毎週、スーパーマーケットから物を回収していたのですが、
それは自分のためだけではなく、それの、あの、ボランティアの皆さんが、それの 10% まで自分のために利用することができるというふうに指摘されているんですが、それの残りをまたアプリに投稿して、他の、あの、欲しい人々、まあ、近所の人々でもいいですし、友達でもいいですし、全く違う人でも全然構わないんですけれども、他の人々がそれを取りに来てもらう。ことを待ちます。皆さんおはようございます。朝の、6時50分です。7時からスーパーから、まあ、もう捨てられちゃいそうなものを回収しますので、今はデスクで待ってます。取れました。今家で何のかお見せしていきますが、はい、ささっと。はい、まずは近くにあるスーパーから物を運んできました。で、ここまで自転車で来たんですけど、結構本当に物が多いので重たいです。本当にいっぱいサンドイッチがありすぎることにびっくりしました。本当にやばい、こんないっぱいもらっちゃったやばいね、本当先ほどスープから物を回収したんですけれども、本当に今日はすごく多いです。いろいろあります。どうやってこれを運んできたかよくわからないな。今日は回収したフードウェイストですね。もったいないな。皆さん最後までご覧になっていただきましてありがとうございます。あの、私はロンドンでこのような生活を送ってみて本当に良かったと思います。あの、まずは、そうですね、あのスーパーマーケットから毎週さまざまな食品廃棄を回収できたことによって、あのフードロースはどれほど深刻な問題であるかということについて改めて考えさせられる機会になったのではないかと思います。本当に毎週ああもったいないって思いながら、あの物を回収してと同時に、あの、そのスーパーマーケットから回収したものをさまざまな人々にあげることで、あの、そうですね、少しでもこのもったいないという気持ちをなくすことができたのではないかと思います。そうですね、日本でもこのような似たような、あのフードロースを減少するためのアプリってありますか？どうでしょうか。あの、食べ物の安全性についての質問、あの疑問というか、そういうのがきっと出てくるのではないかと思うんですけど、実はイギリスでもこのボランティアとかを始める前に様々な、あの、読まないといけない資料とか、あの安全性、フードを、材料とかお食事に関する、あの、の安全性についてのガイドラインとかをいっぱい読まなければならなかったし、そうですね、あの、その電話で様々な人々の指導を受けました。ので、あの、イギリスでも、あの、このようなアクティビティの中でも安全性というもの自体ももちろん、あの、ちゃんとしっかり考えられているものではあるということだけを、ちょっと強調したかったですね。では最後までご覧になっていただき本当に誠にありがとうございました。次回お会いしましょう。またねー。